プレミアの本当のクエスト？ああ、状況からして間違いないだろうな。洞窟の隠し部屋と光る石ね。今までのイチコロをもらうものとは全然違う内容ですね。この情報って他では聞いたことないわよね。でもそうなると今までのクエストって何だったんだろう。それはユイが調べてくれたよ。はい、今までプレミアさんに発生していたクエストはダミークエストです。ダミークエスト？クエストが発生する NPC はクエストデータに参照するための番号を所持しています。ですがプレミアさんは設定が全て初期状態、ヌルで埋められていました。ヌルは数値として置き換えられるとゼロとして扱われます。そのためずっとゼロ番のクエストを呼び続けていたんです。そのゼロ番のクエストっていうのが1コロをもらうというクエストだったんだよ。あのクエストの内容から制作者が仮で作成したクエストだろうと推測されます。ゲームを作るときって細部を詰める前にひとまず仮データを入れておくことがよくあるんだよ。それでダミークエストですか。なるほど。ですがプレミアさんが本来のクエストポイントに行ったことで参照番号が上書きされたんです。簡単に言うと脱線していたクエストが本筋に戻ったということですね。すっごい偶然だよね。何のヒントもないのに本来のクエストの場所を見つけるなんて。腹ペコの人がお弁当を食べたいって言い出したことでクエスト発見につながったっていうのがあれだけど。まあ結果オーライ。それでプレミアちゃんの本当のクエストってどんなものなの？それはまだどんなものかよく分かっていなくて。あくまで正常に動いたのはクエストだけでプレミアは今まで通りだからさ。今のところ手がかりは光る石だけなの。そうなると次のクエストを探し出すのが大変そうだね。問題ねえって。ヒントがやたら出まくるゲームより楽しめるじゃねえか。光る石か。まずはそれに関連してそうな言い伝えなんかを調べてみるのが鉄板だな。よし、その本当のクエってのをクリアしてあげようぜ。賛成。もしかしたらプレミアちゃんがどこの誰なのかわかるかもしれないよね。キャラ的に酒場の看板娘って線はなさそうね。意外と優秀な女性衛兵長とか。このアイングラウンドのお姫様だったり。うんうん、こうやって予想を立てながら話を進めていくのって楽しいわよね。進めよ、プレミアちゃんのクエストを。あれ、あそこにいるのリーファたちだな。なるほど、SAO の第一層はそんな風になってたんだ。私たちは見ることができなかったものね。今回の舞台は浮遊城ではないのでフィールドの端という概念もないんです。その気になればどこまでも歩いていけるね。いや、みんな揃って散歩か。ゆいちゃんに SAO の話を聞いていたんだ。
オリジンと SAO のフィールドの違いを説明していました。 SAO にはなかったはずの風景がここでは広がっているのよね。この始まりの街も SAO では一層の外周に沿う形で配置されていたんだ。街の端まで行くとその先は断崖絶壁だったんだぜ。宙に浮いていたんだものね。高所恐怖症の人はたまらなかったんじゃない？そりゃ外周部から下を覗けば怖いだろうけど、フィールドに出れば宙にいるなんて実感できない光景が広がっているからな。でもこうして SAO と違う場所をいくつも見ると少しホッとすることもあるよね。それはわかる。ここはデスゲームじゃないって安心する。まさにそれが狙いだったらしいな。どういうこと？このゲームって SAO のデータを移植して使っているだろ。理由は開発期間の短縮らしいけど、でも本当のところは世間の注目を集めるのが目的だろうってどこのメディアも言っているんだ。注目か。お客さんを集めたかったってことだよね。とはいえまんま SAO を作っちゃうと批判が殺到するし、世間への配慮にも欠けている。だから大地を舞台にしたんだ。それだけで批判がなくなるとは思えないけど、注目を集めるという点では大成功でしょうね。舞台が浮遊城じゃなくてもみんなの注目の的なんだね。ところがどっこい、実のところ SAO のアインクラッドも元々は大地だったものが空に浮かび上がったという伝説がある。え、そうなの？といってもあくまでそういう世界設定があるってことなんだけど。それは初耳。どんな設定だったの？大昔、聖体樹と呼ばれる2本の巨木があって、それぞれに2人の巫女が仕えていたとされているんだ。聖体樹のおかげで世界は平穏を保っていたけど、ある時エルフ族同士による争い事が起きてしまう。そこで2人の巫女は事態を収めるために聖体樹に祈りを捧げて大地を空へと切り離したんだ。簡単に説明しちゃったけど、これが大地切断と言われる浮遊城アインクラッド誕生までの設定だよ。大地切断？ゲームの中の話なのに深い設定が考えられているんだね。うんうん、本当に起きた話みたいに聞いちゃってた。このゲームのタイトルってソードアートオリジンって言うだろ。オリジン、発端や起源って意味よね。本当はフルダイブ技術の発端という意味らしいけど、今の話を聞いた後ならマップが大地に広がっているのはアインクラッドの起源とも読み取れるわけね。でもまああくまで大地切断は SAO の話だから、このゲームにはこのゲームの設定があるんじゃないかな。前にセブンが言っていたけど、正式サービス時にはグラウンドクエストっていうコンテンツが始まるらしい。それはこのゲームの舞台にちなんだ話みたいだから、どんな世界観が設定されているのかみんなで追っていこうぜ。あ、ちなみにグランドクエストのことは俺ら以外にはオフレコで、セブンに怒られるから。結構そういう話好きなんだ。きっと壮大なんだろうね。グラウンドクエストなんていう名前なくらいだし。グラウンドクエストが待ち遠しいですね。ああ、公開されたらみんなで攻略しよう。アインクラッドの起源か。あのメッセージになぜアインクラッドの名前が出てきたんだろう。そして C という送信者、メッセージに込められた真意がわからないことにはみんなに話すのはためらわれるな。
くれ。止めてみせる。回復するわね。
ッチ